こんにちは、ウッキーです。最近連日バイクにね、よく乗ってるんですけども、今日はですね、とあるリサイクルショップの店に向かっています。何件か欲しいものを電話で問い合わせていたんですけどもね、ウッキーの欲しいものが見つかったので、それを買いに今向かっています。お、リサイクルショップ見えてきた。良品会館、良品会館です。ウキはこの暑い時期になってくるとね、毎日カクテルを作って飲んでるんですけど、そのね、前から欲しかったグラスがあって、そのグラスがね、かなり安い値段で売られているのが発見できたんで、今もう早速到着しましたけど、この店に向かってきたわけです。到着。さあ、ウッキーの欲しいバカラのマッセナっていうね、タンブラーの低いグラスなんですけど、果たして売ってるんでしょうかね。ちょっと見に行きましょうか。はっつ、すごい、この店グラスの置いてる量が半端ないですね。そしてお目当てのものは、お、バカラが、お、あった、これなんです。マッセナタンブラーって書いてあるやつね。箱なしだけど、参考価格27,864円が9,720円、税込み。しかもニューですよ。いいね。これが前から欲しかったんですけどね、到底定価では高いんで、探してたんですよ、ずっと。やっとなんかあるという情報を聞いたんでね、今やってきたんですけど。はい、無事に良品会館でバカラのグラスをゲットしました。たまにはね、こういう動画もいいですよね。暑い、でもよかった、だいぶ安いですよ。ほとんど3万円ぐらいのものですからね、定価は。自分で使うものなんでね、全然箱がなくても問題ないし、完全に新品でしたね。傷一つなかったんで、あの価格は非常にお得です。ヤフーのオークションとかでもね、常にチェックしてるんですけどね、ウッキー自身は。なかなかあそこまで安い、もうそもそもあのタンブラー、マッセナシリーズはもうそもそも少なくて、おまけにね、あのタイプのものっていうか、はほとんどネットでも見ないんでね。まあ、新品はいくらでも売ってるんですけどね、普通に正規のところだったら、なかなかないわけですよ、意外に。だから本当に誰があそこにね、売りに来てくれたのかわからないですけど、ありがとうって感じですね。今日もですね、引き続きカクテルのグラスをね、探しにあちこちに行ってます。今日はね、西宮の方に行こうと思っています。今天王寺バイパスの下あたりをね、走ってるんですけど、今日はね、昨日に比べるとちょっと曇ってるんでね、涼しくて気持ちがいいです。ただなんか夕立が今日はあるかもしれないっていう情報なので、サクッと行ってね、サクッと帰ってきたいと思ってるんですけどね。さあ、今日も果たしてなんか自分の好みに合ったようなね、グラスは見つかるのでしょうか。気持ちいいね。しかし今日は天王寺といえばこのハルカスです。お、ピンクのタクシー、
ピンクのタクシーは日本では珍しいですね。タイではあちこちに走ってるんですけどね。すごいな。やっぱり真下から見ると高いですよね。こんな感じで今日もうだうだ言いながらあちこち走ってみたいと思います。近鉄の阿部の歩道橋の下です。この43号線ですよ。43号線をずっとまっすぐ行ってます。ここからねちょっとこう高速に乗ってずーっとこの淀川も越えてねずーっと43号線沿いを走ってみたいと思います。まあ、この西宮とかね尼崎西宮神戸方面に行くのはまあ高速道路で環状線を使ってね普通に行くのもありなんですけど、これちょっと右に行かせてもらって、阪神高速だと値段価格はまあ距離にもよるけども900マックスは930円するんですけどね、ここは一気にあの尼崎まで抜けることができて、なんとここから乗るとこのね北積もりから乗るとですね200円だったかな、だからそれぐらい乗れるんですよ。昔は100円だったんですけどね、安いんですよ。安くて一気に尼崎まで抜けることができます。しかもずっと直線なんでね、道的にも全くロスがないっていう素晴らしい道です。はい、ここが北積もり入り口です。これいくらするのかな、210円かな、多分そんな感じです。17号西大阪線です。下は渋滞してますね。あ、乗ってよかったかも。なんかあの前のトラックめちゃくちゃ怖いね。なんか石ころが落ちてきそうな。これだけ抜いてしまう。石ころが落ちてきそうな。これだけ抜いてしまいます。風が強い。そして淀川、左寄っとこう。気持ちいいね。でも水量が多いな今日。しかしこの道相変わらず制限速度が40キロっていう、こんな高速道路みたいなところを40キロにする意味がわけがわからないですけど、昔から変わっていません。抜かれてしまった石ころをたくさん積んでいるトラックに抜いたはずなのに。到着だけどこれが入り口なのかな、入り口買取販売入り口ここだね。ここに置いとこう。ちょっとの間だけ。この東洋ささぎガラスの琥珀グラスっていうの、これ結構ね好きなんですよね。なかなかいい良さそうなタンブラー。すごいバカラコーナーがある。なかなか揃えてますねこの店は。あんな背の高いトールグラスがあるのか、すごい。これ背が高いの初めて見たな。ローザタンブラー2015、フ
フラワーベース。でもウッキーのお目当てのものはここにもありませんでした。すごい、機関車トーマスって意外に価格高いな。すごいな、この店何気にいろいろな意味でのこだわりを感じますね。はい、第3、次行こう。今日は6軒か7軒ぐらい回りますからね。次行くところはこの赤いとこ、この3軒行ってみます。もう一個上上がって高速道路を越えてずっと行ってこうか。 OK。 これ何気にガリレオって言うんですけどね、オフラインマップです。この地図上に自由にこれをウッキーは自分でこう印を、行く場所を全部こう練ってて印をつけてるんです。すごく便利がいいですよ。このレスポンスがいいでしょ、一瞬で。この端末の中にも地図データが入ってますからね、もう遅延一切なしって感じです。現在地のとこはこんな感じ。よし、次行きたいと思います。レオパレス、昔はよく住んだ。レオパレス21は3軒ぐらい住み返しましたね。もうすぐ到着かな。はい、エコリサイクルファクトリー到着しました。前のバイクの人も行くみたいだけど止めれないから、よし、ここに止めよう。ハードオフ、オフハウス、ホビーオフ、そんなたくさん、いきなりあったね。この背の低いタンブラーはねたくさんあるんですけどね。すごい、花瓶が横たわっている。ちっちゃい灰皿、キャンドルホルダーでどんなのか気になってたけど、ああいう感じなんですね。よし、写真撮っちゃえ。いい感じに撮れた。でもウッキーの欲しいものはありません。こうやって何軒も回ってみても、一応バカラのコーナーっていうのはちゃんとあるもんなんですね。それがびっくりしました。最近 GoPro のカメラで思うことがあるんですけどね、あの標準のレンズ保護フィルターっていうのがあるじゃないですか。あれをつけるとどうも画像が甘いんですよね。なぜか特に遠景になるほどぼやける。近景はまだいいんですけどね、近くだと。遠景とかだとすごいぼやけるんですよ、困ったことに。で今日はね、こんな感じでレンズ付きにしました。このガラスレンズだとシャキッとするんですけどね、なぜか GoPro の純正なのに、しかも高いのにダメなんですよね。まあ、それをちょっと比較した動画もまた今度上げようと思ってるんですけどね。ウキの中ではね、不思議で仕方がないんですよ。その保護フィルターもね、薄いんですよ。薄いレンズなのになぜかそれをつけると甘くなるんですよ。酒の山や、こんなとこにもある。ウキはいつもね、カクテルの材料はだいたいここで買います。この酒の山屋が多いです。どこかな、ここか、あ、奥まってるわけですね。はい、到着。少ない、ボヘミアのロックグラス、ちょうどいい重さ。小屋だとね、こんなかっこいいのがこんな値段で売ってるんですけどね。しかも箱付きで、これおしゃれだな。これなかなかいいですね。ガラスの透明感が違うのかな。でもなかったね。次行こう。残るは1、このエリアでは残るは1軒。おー、気持ちさそうね、飛んでるね。 GoPro では多分見えないだろうけどね、これ
小さすぎて。はい、今日このエリアラストお店に到着です。到着だけどどこに入る。あ、ここか。ここに入ってこんな感じですね。止めるところはここで OK。 なんか喉が渇いた。この店はティファニーだらけですね。もうなんかこうタイで売ってそうなマグカップとかがありますね。でも、おお、裏にすごいプレミアムモルツのバカラバージョンもある。2006年、今から10年前か。古いね。おしゃれだけど、エキノックスのタンブラー、小さいのはありますね。これ結構おしゃれですよね。すごいな、アルクール初めて見たな。あ、こっちもアルクール、ロックグラスのアルクール。やっぱアルクールは綺麗ですね。こんな感じですよ。すごくおしゃれです。写真撮っとこう。いいものがある。いいもの見つけましたね。あれはすぐ買うわけじゃないんですけど、ちょっと他ではないものがあって嬉しいです。ん？充電が開始されないよ。なんでかな。明日武器はこの大きいね、バッテリー、パワーパックバッテリーかな。これを使って給電しながら iPhone6 をカーナビとして使っています。ちょっと今からね、違うエリアに向かおうと思います。はい、到着。ここはゲオと一体型になってる。お、マッセナのシャンパングラスを初めて見た。こういうとこに置いてるのでは初ですね。この小さいタイプね、4900円か。あ、ここではこのマッセナのシャンパングラスとこのベガの大きいくらいですかね。よし、タイさんです。はい、一通り浜ヶ崎から西宮付近のリサイクルショップは行ってきたので、重曹から今淀川を渡っています。この橋から見る高層ビル群がね、ウッキーは気に入っていますが、今日はガラスフィルターを使用しているので 4K の解像感は出ていますかね。ああ、淀川を越えて、やっと中心部に戻ってきましたね。車がいない。空いている。梅田に到着。大阪第一ビルですね。しかしニョキ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 いろんな高い建物が建ってますけどね、これが昔湿地帯っていうのが信じられないですね。湿地帯でそこを埋めたので埋めたでになったらしいですよ。
らず混んでますね。はい、梅田を早々と通り過ぎて、さあここからが全て南側一方通行のだだっ広い広い道路になりますけどね。真ん中走ろう、真ん中。そしてここが淀屋橋、大江橋とかね、その次は淀屋橋。大阪は走ってつく名前の地名がたくさんありますけどね、四ツ橋とか長堀橋とかね。そして北浜です。この道はあの信号のタイミングでうまくいけば、ほとんど止まらずにね、最後まで行ける時があるんですけどね。今日は見事に引っかかってますけど、夜中とか走るとなんかずっと地下鉄でいうと3駅か4駅分ぐらい止まらずに走れるタイミングがあるらしいです。こうやって見たら橋だらけですよね。あ、庭橋とか肥後橋とか本町、四ツ橋とかね、西大橋とか長堀橋とか天満橋とかね、本町、2km。何気にこの道路結構好きですね、個人的に。南千葉三丁目、新橋北、うなぎ谷、御堂筋大丸まで、大丸工事してるし、こっちは古いからね、ちょっと左に寄りたい。大阪のアップルストアです、心斎橋にある。ここですね、雨村の近く。すごいでっかいポスター、なかなかのポスターですよね。ここが道頓堀です。行け。はい、難波に到着。雨季は正面突き当たりを左に行きます。地図でいうとこんな感じ。
かわいい。キティちゃんのいっぱい立ってる。やめてー。あ、何番に戻ってきました。この辺りに来るとね、雨季はねもうホッとするんですよね。そうか、今日は土曜日の夕方ですもんね。そりゃ人もいっぱいですよ。このご覧の通り、ナンバーを超えるとこんな感じで、日本橋です。すごいやっぱり人がたくさんいるね。東京で言うと秋葉原って感じですね。人がたくさん。ゆっくり行かないと。右折しよっか。ここは通称オタロードっていう道です。歩行点っていうわけじゃないんですけどね、ここは。あ、今日は土曜日なのに、土曜日の夕方ってこんな人多いんですね。もうびっくりです。何を求めてここまで来てるんだろう、みんな。アニメか。やっと抜けましたね。これ左入ろう。ここは道具屋筋ですね。いろんな工具とかが売ってるとこです。すごい真空管のお店もある。そして右に曲がるとメイン道路。そしてこの右側にあるこのワンズって PC ワンズって書いてある。ここがウキがよく買い物しに来るとこです。日本橋の中で一番好きなお店かもしれないですね。地図でいうとこんなところ、こんなところが走ってます。かこのエリアで何かを買うものがあったはずなんだけどな。シルコンハウス。ウキがこういう店に入ると危険なんですよ。ついつい何かを買ってしまうからな。大丈夫か今日は。あとちなみにこのレアムのショップ、これあるじゃないですか。このレアムのショップは GoPro のアクセサリーとかもいっぱい売ってるんですよ。ちょっとチラッとお店入ってみましょうか、せっかくだから。こんな感じでね、 GoPro のアクセサリーがね、いろいろ売ってるんですよ。この音楽著作権違反にならないかな、 YouTube に上げたら。すごいなこれ、吸盤か。ガラスに
つけるタイプですね。これは手で持つタイプ。すごいドクロだ。ケースもありますね。こんなのもある。ロングアームホルダーだって。上にもね、いっぱいあるんですよ。充電器かな、この辺は。 GoPro 用のケースからね。お、LED か。マニアックな店なんですよ、こんな感じで。すごいな。でも何か、なこの動画って何の動画かよくわからないような動画になってきましたね。携帯アクセサリーからね。おお、このアップルウォッチをこう枠色を変えるものまで売ってる。なんせマニアックな店でしょ。こんな感じでいろんなものが売ってるんです。ベルト、すごいね。ここら辺アップルウォッチ関係、アップルウォッチもいつかは欲しいんですけどね。こうやりたいじゃないですか、ピッピッて。オンオフ、 GoPro のオンオフをやりたいですね。まあいいや、こんなところで出たいと思います。マニアックだったでしょ。これがレアモノショップです。帰りますよ。 J&P テクネランド、そして阪神高速、そして奥にね、ほら一瞬通天閣が見えましたでしょ。通天閣が見えるんです、ほらこんな感じで。でここを左に曲がって25号線ですね。まっすぐ行くと熊田です。奈良と熊田って書いてますでしょ。あれ熊田って読むんです。絶対に読めないですよね、普通は。熊田って奈良と熊田。カスうどん、ここは四天王寺前ですよ。四天王寺っていうお寺があるんです。あとね、仏壇屋があちこちにあるんですけどね。そういう地域です。よし、おお、ここから見るアベノハルカスはいい感じですね。すっごいすげえうるさい、後ろのバイクが。なぜか混んでるね、すごい。めちゃくちゃ混んでいますよ。そして後ろからうるさいバイクが追いかけてくる。車は全く動かない。いやー、これは無理。後ろのうるさいバイクどうにかして。ここから見るハルカスが絶景だぜ。ものすごい混んでるから、ちょっとこっちから行こう。
裏技。ほら、こっから見るハルカスが綺麗なんですよ。さっきのうるさいバイク、うわ来た。どんなマフラーつけてあんなうるさくできるのかな。チャンバーってやつ、いわゆるすごいんだけどな。あのバイクです、ジャイロアップ。すごい音するね。でもはい、青になったんで行きますよ。離れた。っていうか左に行きたい。やっとうるさいバイクが追いついてこれなくなりました。かっこいいバイクが、お、CBR か、125でも大きく見えるな。いいね。はい、バカラのグラスを探す旅はいかがだったでしょうか。軽くちょっとした大阪観光になってしまいましたが、後編では最終的に購入したグラスを使ってウッキーが普段から飲んでいるカクテルを作る動画にしてみたいと思いますので、ぜひご覧いただけますと嬉しいです。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。